ザ・アクシスピラーも第5走、今度の相手はティータ、そしてエステルも語ることのある相手、もちろんヨシアも語れるが、果たして言うことを聞いてくれるか。クスクス、やっぱりここまで来たわね。そして今度は当然パテル・マテル君もいるはず。でも今は一人。あ、レン、やっぱり君か。さあ残っているのはレン、あとはもうレーベと教授のみですので。あの3人を倒すのは結構大変だと思ったけど、でもレンは信じていたわ。エステルとヨシアがレンのところに来てくれるってね。レン、それでも君は戦うつもりなんだね。来たからといってお茶会をするわけではない。どうしようかしら。せっかく約束していたのに、お城で会った時には殺し損ねちゃったし、エステルの態度次第では見逃してあげてもいいわよ。私の態度？簡単なことよ。こないだレンに言ったことを取り消すだけでいいわ。え？前にレンが結社にいるのが間違ってるって言ったわよね。あの言葉を取り消すだけでレンは言葉を引いてあげるわ。と、悪いという気じゃないでしょ。それを言うだけで引いてくれるらしいが、レン、そんな取引は間違ってる。たとえ望んだ言葉を引き出せても本心が違っていたら何の意味も。ヨシュア、いいの？ここは私に任せてくれないかな。エステル、分かった、頼む。ありがとう。さあここは成長したエステルの他の試合。やっとその気になってくれたみたいね。さあ行ってちょうだい。レンが結社にいることは間違ってなんかいないんだって。レン、余ったれるのもいい加減にしなさいよね。さあここでエステルお説教モード。え？世界はレンを中心に回ってるわけじゃないわ。レンのために都合よく変わってくれるものでもない。たとえレンがものすごく大きな力を持っていたとしても、あの大きなパテル・マテルが助けてくれたとしても、それでも人の心までは自由にできない。レンに結社にいてほしくないのは確かに私の意向かもしれない。だから無理強いするつもりはないけど、でもできればレン自身に気づいてほしいと思う。いつでもヨシアみたいに後戻りができるんだって。エステル、そう、せっかくチャンスをあげたのに棒に振っちゃうんだ。救いようのない大バカね。ただもう鎌を出して完全にやる気、さらに圧倒的な振りを構える。みんなごめん、ひょっとしたら避けられた戦いだったかもしれないけど、謝る必要はないよ。君は僕が言いたいことをあの子に全て伝えてくれた。私もお姉ちゃんの言う通りだと思う。レンちゃんがこのままなんて、そんなの嫌だから。愛を込めてレン君に言ったね。みんな、みんなでレンに愛を教えてあげましょうというところですが、パテルマテルも出てきてしまった。気に入らないわ。本当の本当に気に入らない。目が死んでしまった。パテルマテル、リミッターを解除しなさい。強く全開でエステルたちを殲滅するわよ。はい、ここでパテルマテルも完全に本気で来る。さあレンがいきなりか。大丈夫です。レンは今回はエスクラフ通ってこなかった。さあヨシアより速いとはなかなかやるな。レンちゃんは、レンちゃんは基本的に能力ダウンも何も効かないですね。で、巨大な人形兵器を自在に操る天才少女、ピンマース大釜で一撃で絶命させるというね。まあレンは即死効果があるんでね、それの対策はしておいた方がいいですね。で、パテルマテル君、弊社が開発した戦略級の大型人形兵器、敵対者が殲滅するまで破壊行動を進行すると。で、まあこの倒す順番なんですけど、レンをね先に倒してもパテルマテルが復活させてきてしまうので、パテルマテルが先に倒していくのがいいですね。さて、パテルマテルも当然何も効かんので、状態上下は効かないですね。なので自分を強化していくしかない。頑張っていきましょうや。あ、これはパテルマテル君の握りつぶし攻撃が、あー痛い。オリジエが握りつぶされてしまう。めちゃくちゃ痛いです。そう、意外とねパテルマテル君も多彩なので。お、始まりましたね。で、ナダンです。このね、数年後に成長すると、いろいろね、いろいろ成長すると、このレイナナンデスもね成長するというところですわ。あ、やばい、ヨシュアが死ぬかもしれない。ガブルバス書いてある。お、あと19。耐えましたね。前はねレンが片手に乗っていたのでバスターキャノンでしたが、今回はダブルバスターキャノン。さあ硬くて HP が 45,000 もあったパテルマテルもあと少し、ティータだけなんかね端っこに追い詰められているという妙な状況になっていますが、これパテルマテルは粉砕していきましょう。
キータの思いをパテルマテルにぶつけていく。暗いな、サテライトビーム。今なら衛星からレーザーを照射できる。リベラークさんも衛星までは向こう側には届かない。さあ暗いな。ただ現状ちょっとキータの火力がそんなでもないので、パテルマテルに通らない恐れもある。どうでしょうか。ああなんとかあった。よし、これでパテルマテル君は沈黙、沈黙というか一瞬ちょっとで暴れて、はい、断末も上げて一瞬止まります。そしてこの間にレンちゃんを粉砕していきましょう。さあエステルとディータともにレンちゃんのそばに寄って耳元で囁きかける。結社を抜けろ、結社を抜けろとね。でエステルもここでレンを止めるため編み出してきた奥義があります。奥義対極輪新エスクラフト、これをレンちゃんにぶち込んでいきましょう。とっておきを見せてあげる。さあこのとっておきでレンの気持ちをこちらに向けるのだ。まだまだ奥義対極輪、ひたすら回転をしまくる技。よし、これにて痛かったかな。上出来でござる。さあ全員レベルが上がった。エステルとヨシは92になった。だいぶ高みまで来ていますが、さあパテルマテルも止まった。どうしてエステルたちなんかにパテルマテルが負けるの。ゴリディアス級の人形兵器はまだ制御系が不安定らしいからね。関節部分に負荷がかかって行動不能になったのかもしれない。今回は激しい戦いの中そうなってしまったというところですね。まだ改善の余地ありと。そんな、パテルマテル、ねえ早く立ち上がって、早くエステルたちを皆殺しにしちゃってよ。さあ動いちゃいるが、ちょっと関節系がいかれちまっている。ピクピクして動けない。レン、なんせねティータの衛星レーザーも食らってますしね。何よ、エッセたちの勝ちなんだからもうどうでもいいじゃない。さっさと端末を解除して上に行っちゃいなさいよ。投げやりになってしまったレン。そっちも大事だけど後回しにすることにするわ。今はあんたの方が大事だからね。何よ、エステルなんてレンのこと何も知らないくせに、どうしてそんなに構ってくるのよ。まあ、レンちゃんもね過去が結構悲惨ですが、ふん決まってるじゃない、私がレンのこと好きだからよ。だからこそ私はレンにやっておかなきゃならないことがある。悪いけど軽く行かせてもらうわよ。え、さあブライト家直伝ほっぺたペチン、ブッダ、悪いことをしたらぶたれるのは当たり前よ。じゃないと他の人の痛みが感じられなくなっちゃうからね。私も小さい頃は父さんに散々原稿もらったんだから。そう、やはりブライト家直伝だった。エステルも同じなんだ。痛がってるのに全然やめてくれなかった。レンは、レンにひどいことをしたあの人たちと同じ。同じかどうかはレンが自分で考えてみて。どう、本当にそう思う。わからない。だったらこれならどう。ぶった後に抱擁。私は何も言わない。レンが自分の心で感じるままに判断しなさい。頭がモヤモヤしてなんだかよくわからないけど、レンはまだ11歳ですからね。こんな風に抱きしめられるのは嫌いじゃないかも。そっか、帰る。え、待てる待てる。関節部のアクチュエーターを止めてブースターのみで姿勢制御して。とりあえずブースターで立ち上がるま。動けないけど飛ぶことはできますからね。レン、頭がこんがらがっちゃったから一人でゆっくり考えてみる。エステルたちはこのまま屋上まで登っていけばいい。ベイブが待ってるはずよ。あ、そうか、教えてくれてありがとう。大丈夫なのよしは。ベイベっては本気で当選簿するみたいだけど、あの検定と呼ばれる男が全力をかけてくる。でも僕の方ももう覚悟はできているから、だから心配はいらないよ。そう、じゃあレンは行くわね。この後ね、レンちゃんはあそこへ行ったりあそこへ行ったりして、あの男とも関わったりするが、レンちゃん
レン待って。じゃあねエステル、それにティータ、レンはもう行くけど、死んだりしたら許さないんだから。最後にこちらの心配はしてくれた。ここでモヤモヤしている時に、うん、あの男とあの男に助けられてるのがちょっとね、今となってはいい感じですね。これでよかったのかな。うん、大丈夫。いろいろなことが起こりすぎてあの子も混乱してるだけだと思う。すぐには無理だと思うけど、いずれ自分で答えを出せるはずだ。そっか。え、また会えるといいな。うん、そうね。ティータのこともね、最後気にかけてくれたし。さてと、気持ちを切り替えなくちゃ。端末を停止させて先に進みましょう。うん、そうだね。あ、そっか。屋上でレーベが待っているって言ってたわね。うん。執行者ナンバー2、検定レオンハルト。執行者たちの中でも一人を争う戦闘力の持ち主だ。万全の準備をして屋上に向かおう。了解。そう、執行者すべての中でも相当の戦闘力、それがレーベという男。さあ、そこへの道を開けましょう。そしてじゃあティータは置いてきて、まあレーベと関係のあるあの男でも連れてきましょうかね。関係のあるというか、一対一もね、一応やったあの男をね。さあ今回復装置のあるところまで来ています。回復装置があるということは、この先はそういうことだ。で、連れてきてるメンバーはアガット。アガットもね、レーベとはちょっとね、まあ、交流ができたというか、まあ、1対1もやりましたし、お別れね、ちょっとお話もしたので、ここで成長を見せていきたいというところですね。で、オリビエは強い、エステルヨシは固定なので、このメンツで戦っていきたい。まあ、割とね、最初にやった時とかもこんな感じで来たような気がする。さあ、ここが屋上一番上ですね。もうこれ以上上はない。謎のフィールドがね、そこに展開されているが、さあこんにちは、来たか。レーベが話しかけてきた。レーベ、さあ真ん中に何か波動が広がっていますけど、意外と早かったな。もう少しばかり待たされるかと思っていたぞ。ま、私たちも少しは成長してるってことよ。さすがにあなたのお仲間にはかなり手こずらせてもらったけど。ふ、言うじゃないか。だがこの検定を彼らと同じには考えないことだ。正面からの対決において俺を凌駕する者はそうはいない。レーベもかなりの自信を持っている。たとえ S 級遊撃士や蛇の人といえどな、自分の組織の上のやつにも負けんと言っている。け、吹いてくれるじゃねえか。あなたの強さは嫌というほど分かっているわ。でも私たちも理由があってこんなところまでやってきた。早くまによる異変を止めて混乱と戦火を防ぐために、たくさんの人たちに助けられて私たちは今ここにいる。だから聞くつもりはないわ。ふ、理由としては悪くない。だがヨシュア、お前の理由は違うようだ。え、お見通しみたいだね。さあヨシュアは前に出ていく。僕は自分の弱さと向き合うためにここまで来た。あの時姉さんの死から逃げるために自分を壊したのも、教授の言いなりになり続けたのも、全部僕自身の弱さによるものだった。それを気づかせてくれた人に報いるためにも、大切なものを守るためにも、僕は正面からレーベや教授に向き合わなくちゃいけないんだ。よしは、巣立ちの時か。もうカリンの代わりに心配する必要もなさそうだ。そう、なんだかんだ言っていたけど、レーベも今までは心配してくれていたが、これでようやく手加減する必要はなくなった。本気で行かせてもらうぞ。あいつたちを見守る親鳥の気分。ちょっとどうしてそうなるのよ。ヨシアのことを心配しておいてどうして。いいんだ、してる。覚悟を決めただけではレーベは納得してくれない。その覚悟を貫き通せるだけの力が伴っていないとダメなんだ。ふ、そういうことだ。思いだけでも力だけでもってやつ。さあ、金色のライオンも出てくる。この戦い、確かレーベも含めて何もね、状態異常も聞かなかったと思うし、俺にも俺の覚悟がある。もしお前たちの覚悟が俺の修羅を上回っているのなら、力
を持って証明してみるがいい。うん、もともとこれよ。へ、今までの借り、利子つけて返してやるぜ。ヨシア君の愛に応えるためにも全身全霊で臨ませてもらおう。オリビエがちょっと浮いている気がするが愛の男を語って、さあレイベイ、いきなり何してくるか。さあ、絶技冥王剣。燃え盛る豪華であろうと砕き散らすよ。レイベもいきなりデスクラフトを打ってくるタイプの人。さあこれは痛いこれはね、凍結対策をしないと凍結もするので、てかこう痛いなレイベ95だしね、こっちまだ92とかなんですが。で、でもライアットセイバー君は能力変化が効くね。レイベは、レイベも効くんだっけ。あ、そうじゃあレイベ君勝たせてもらうけど、いいんだがね、いいんだなまずは回復したり整えるところからですね。見切れるかな。さあレイベが分け身をしてきた。でレイベのこの分け身って多分本体攻撃しても消えなかった気がするんだよな。どうだったかな。そう、体力こそなかったと思うんですが、本体よりはね、多分攻撃、本体攻撃してもね、消えなかった気がするんですよ。1万5000あるし。それでそう、こいつはね、化け身はなぜか状態変化効かないという。で本体は、うん、てか見てなかったですね。これ執行者ナンバー2、強力なアーツを使い圧倒的な権限を持って敵対するものを殲滅すると。はい、アーツもね、懐かしのシルバーソーンもちゃんと使ってくるし、さーてどうしたもんか。さて今若干押され気味のやばい状況になっています。ライオンは1匹倒したんですが、レイベ君が分け身をしまくったせいで今分け身も含めて検定レベが7体いますねこれはかなりまずいので、一旦、まあでもこれでちょっと倒せるわけではないんですが、一旦ちょっとね、ヨシア君のもう新エスクラをここで見せていきたい。もうたくさんいる時にこそね、輝くんで、ヨシア君のこの技はいきますよ。えい、もう僕は逃げない。幻影奇襲と書いてファントムレイド、12秒全開の技をこれ発動していく。ヨシアキュンでした。さてここででも結構削れたから、アガットも打てれば、そうアガットもね全体スクラフト覚えてるのでそれでいけるけど、アガットが今風儀を食らってしまっているのでどうしたものか。さあ一旦しのいでアガットの CP もマックスになったので、ここで最大力のエスクラフトを打ちましょう。アガットも成長したところをレイベに見せていきたい。いくぜ。これで決まりだ。ドラゴンタイム。あのね、竜に突撃した時に思いついたであろうこの技、その名をドラゴンダイブ。やるな、やるな、やるな、やるなを3連続。一部にはロリコンダイブと言われているそんな技ですが、さあこれでヨシア、そしてアガットの成長をレイフに見せつけることはできたが、エステルが死にそうなのでなんとか回復していきましょう。燃え盛る豪華であろうと砕き散らすよ。レイフ君2回目あれはエステルとヨシアだけなのでなんとか耐えているか。エリビエに当たってたらまだ冷え冷え死ぬ次ドイツが動く、次そいつ動くのか。いやー微妙なところだ。こいつ倒せるけど、そう回復しててもヨシオがやられる可能性があるので、こいつを倒してオリビエに回復してもらう方がいいな。よいしょ。やるな。でこの分け身はね、なんか遺体がね、遺体というかこのね抜け殻が残るんで、多分 7体以上は出されないはず、うん、全部で8体がこのね戦闘における条件なの、敵のこれ以上は想像出されないはず。さてじゃあ回復を、エステルヨシアの回復をいたしも、うん、こっち側を打ってきましたね。ちょっとファーストの頃に打ってきた紀元山をここで打ってきた。いやーヨシアが死んだこんなところで久しぶりに倒れるやつが出てきてしまった。でもまだ持ち直せるので大丈夫。よし、なんとか押し返しました。オリビエの周りにね、やたらレーベ君の抜け殻がありますが、押し返すことができた。でもう一撃でね、これで落ちれば落ちますし、残ればでも最後ヨシア君の一撃で落とすことができる。さあどうなる。レイベはおっと耐えた。さあ最後に何か放ってくるか。放ってきましたね、紀元山の方。
冥界の方でなかった。受けてみろ検定の一撃。だが吉羽君にはマックスガードをかけてある。エステルと上がったら吹っ飛ばされるかもしれないが、花粉やばい痛い。だが吉羽は大丈夫。さあこれで決めていていきましょう。吉羽ブライトの一撃で260、微妙に削れるかどうか怪しい。レベックは硬い。よしやるぜ。まだ負けられないんだ。いけですわ。いやここでねレベルも上がっちゃうし、レベルが上がれば回復もする。この後が大丈夫になるというわけだ。さあ膝をつかせた。やった。へ、見たか。ふ、歴史的大勝利だね。本当にね、危なかった。分け身を相当ね出されてしまったからね。なかなかやるが俺の修羅を止めるほどではない。まだ余裕。どうして。所詮お前たち遊撃士は人を守るだけの存在だ。断りに至りでもしなければ修羅に届く道理はない。小手調べはここまで。そろそろ全力で潰してやろう。あれだけ分け身を出しておきながらまだ全力ではなかった。だったらレーベ、ここから先は僕一人で挑ませてもらうよ。なんと隠密行動ヨシュアキュン、正面から1対1。ヨシュア大丈夫エセル。確かにレーベは強すぎるけど、それでもダメージは効いている。あとは僕にやらせてほしい。ヨシュア、そう、レーベも強いとはいえ、今は万全ではない。え、本当なら俺も落とし前をつけたいところだが、上がってもね、1対1でやられているので。仕方ねえ、お前にだったら譲ってやってもいいぜ。その代わり、絶対に負けるんじゃねえぞ。はい、必ず。さあ、ヨシュアとレーベ、ここでまさかの1対1。ふふ、確かに今の戦闘で俺の機動力はいくらか落ちている。その1点においてのみ勝機があるかもしれないが、機動力で勝ると。それでも勝率は限りなく低いぞ。分かってる。姉さんが救い、教授が繕い、父さんが解き放ち、そして今エステルと共にあるこの魂、遊撃士としての心得と漆黒の牙としての技、その全てを塗って検定に伸ばせてもらう。いいだろう。来い漆黒の牙。さあ二つ名で呼び合い。吉羽くんいきなり消えていく。さあ本気の吉羽とレーベの戦い。さあ吉羽はさすがに機動力でいくが、紀元山ですね今のは。どんどん出していく。さあ小技も使っていく。ここはもう本当にね手段を選んでいない。さあちょっと入ってるようにも見えるがどうかという感じですね。やるな。ならばこちらも全開で行かせてもらうぞ。まだ全開ではなかった。さあめちゃくちゃ気合が、地面が揺れる。さあ今度はレーベが攻める番。分身などしなくても圧倒的に速い。さあ分け身を出してきたレーベも。レーベは分身というレベルじゃないからね。分け身が本体と同レベルの戦闘力。くっ、どうしたよシュア。唯一勝るスピードを生かさずにどうやって勝機をつかむつもりだ。ねえレベ、一つだけ答えてほしいんだ。どうして教授に協力してこんなことをしているのか。前にカリン姉さんの復讐が目的じゃないって言ったよね。このように問いかけるため。それは一体どういう意味なの。大したことじゃない。人という存在の可能性を試してみたくなっただけだ。人の可能性、時代の流れ、国家の論理、価値観と倫理観の変化。とにかく人という存在は大きなものに翻弄されがちだ。そして時にその狭間に落ちて身動き取れぬまま消えていく。俺たちのハーメル村のように。この都市にしても同じことだ。かつて人はこうした天井都市で満ち足りた日々を送っていたという。だが大崩壊と時を同じくして人は楽園を捨て地上へと落ち延びた。そして土地は封印され、人々はその存在を忘れてしまった。まるで都合が悪いものを忘れ去ろうとするように。真実というものは絶やすく隠蔽され、人は信じたい現実のみを受け入れる。それが人の弱さであり限界だ。だが輝く輪はその圧倒的な力と存在感を持って人に真実を突きつけるだろう。国家という後ろ盾を失った時、自分たちがいかに無力であるか、自分たちの便利な生活がどれだけ脆弱なものであったか、
と自己欺瞞によって見えなくされていた全てをな。それを皆に思い知らせるのがレイブの目的ってこと。そうだ、欺瞞を抱える限り人は同じことを繰り返すだろう。第2、第3のハーメルの悲劇がこれからも起こり続けるだろう。何人ものカリンが死ぬだろう。俺はそれを防ぐためにミクラウヘビに身を投じた。そのためにはシュラと化しても悔いはない。カリンを亡くしたあの日からレイベの心は決まってしまったのか。それこそ欺瞞じゃないか。何、僕も弱い人間だからレイベの言葉は胸に痛いよ。でも人は大きなものの前で無力であるだけの存在じゃない。10年前のあの日、僕を救ってくれた姉さんのように。そのことにレイブが気づいていないはずがないんだ。あんなにも姉さんを大切に思っていたレイブが。だったらやっぱりそれは欺瞞だと思う。くっ、さあレイブがちょっと揺らいだ。ハリンは特別だ。あんな人間がそう簡単にでたまるものか。愛ゆえにそう思いたいレイブ君の気持ちもわかる。だからこそ人は試されなくてはならない。弱さと欺瞞という罪をあがなうことができるのかを、カリンの犠牲に値するのかを。だったらそれは僕が証明してみせる。姉さんを犠牲にして生き延びた弱くて嘘つきなこの僕が、エステルたちと出会うことで自分の進むべき道を見つけられた。レイベのいるここまでたどり着くことはできた。人は人の間にある限りただ無力なだけの存在じゃない。さあレイベの隙をついた。そして剣を弾き落とした。はあ、やった。へっ、勝負ありだな。俺に生じた一点の隙に全ての力を叩き込んだか。言葉の方では勝ちましたね。まったく呆れたやつだ。ダメかな。検定が剣を落とされたのではどんな言い訳も通用しないだろう。素直に負けを認めるしかなさそうだ。やった。なんと検定レイベに正面から勝利することができた。すごいすごい、ヨシュア。あの検定に勝ったんだよ。しかも剣だけを弾くなんて、そう、命を奪うとかそういうことではなくね、無力化することで勝つという。そうでもしない限り万に一つの勝ち目もなかったからね。なるべく相手を傷つけずに無力化することを優先する。父さんに教わった遊撃士の心得が役に立ったよ。そっか、なるほどな。教授に仕込まれた技術と剣聖から教わった心得、その2つを使いこなせば俺が敗れるのも道理か。レイベ、俺は人という存在を試すためにミクラウヘビに協力していた。その答えの1つをお前が出した以上、もはや協力する義理はなくなった。そろそろ抜ける頃合いかもしれないな。なんとレイベ、ミクラウヘビを抜けようとしている。そして抱きつけ、ヨシュア君。よかった、本当によかった。レイベが戻ってきてくれた。この笑顔、今までにも見せたことがない。おい。父さんに引き取られてからもずっと気にかかっていたんだ。声や顔は覚えているけど、誰なのか全然思い出せなくて。やっと思い出したと思ったら、敵として立ちふさがっていて。ずっと不安だったんだ。そうか。さあ、男二人。いいシーンになっている。やれやれ。混ぜててもまだまだ甘えたい盛りのガキってところか。そうなのかな。僕のヨシア君が他の男にあんな風に甘えて。僕のシャイな男心はジェラシーでバーニングさ。あんたは混ぜ返すな。オリビエはいつでもオリビエ。ごめん、ステル。なんだかはしゃいじゃって。まだ何も解決していないのに。ヨシア。もうそんなことでいちいち謝らなくていいわよ。久しぶりの仲直りなんでしょ。いっぱいお兄さんに甘えなくちゃ。甘えるって。ふふ。エステルブライト、お前には感謝しなくてはな。ふえ。レンといい、こいつといい。俺にできなかったことを軽々とやってのけたのだから。そして様々な者たちを導いてここまでたどり着いた。ふふ、本当におかしな娘だ。なんか全然感謝されてる気がしないんですけど。アガットクロスナ、龍騎をまといし必殺の銃剣技、なかなかどうして大したものだ。
アガットについても触れてくれる、さっきのねエスクラフトドラゴンダイブについての評価も大したものだといただきましたね。少し甘いに進めてようじゃないか。これでねレーベとアガットもお互い高めっていけるような雰囲気になりそうですよね。おうって下り側で分かったような口聞いてんじゃねえっての、おっさんそっくりだぞあんた。牽制に似ているとは光栄だ。しかしオリバルト王子、ヴァンダールの護衛を連れていないのは軽率ではないか。ここは確かね、レーベ連れてきたキャラ全員に話しかけてくれたような気はしますが、その身はもはや自分だけのものではあるまい。効率性の問題だよ。何しろアルセイは僕たちの切り札にして命綱だ。それを修理しかつ守ることが僕を守ることにもつながるわけさ。大した度胸と判断力だ。王子にしておくのは惜しいな。それは光栄の至り。そういえばどうしてレーベはここにいたの。まさかこの魔法陣みたいのが輝くわってことはないわよね。いや、これは単なる光学術式だ。根源区画より送られた力を奇跡に変換するためのな。根源区画、そこに輝く輪があるんだね。ああ、この中枢塔はいわば輪の力を都市全域に使えるためのアンテナ兼トランスミッターにあたる。その直接的な影響範囲はおよそ半径センセル銃。端末であるゴスペルを中継すればリベールはおるか大陸全土にも影響を及ぼすことができるそうだ。とんでもないわね。それじゃあ異変を止めるには根源区画にある輝く輪をどうにかする必要があるのよね。そういうことだ。だが輪はそう簡単にどうにかできる種のものではない。アーティファクトの一種らしいが、自律的に思考する機能を備え、異物や敵対者を容赦なく排除する。1200年前輪を異次元に封印したリベール王家の質もさぞかし苦労させられたそうだ。データクリスタルでそのような話は読みましたね。そしてお前たちはその苦労に加えて白面も相手にしなくてはならない。教授ですね。当然そうなるだろうね。でもレーベが協力してくれたら教授にだって対抗できる気がする。こいつめ、俺がついてくるのを当然のように当てにしているな。え、ふふ、仲直りしたようで結構だ。さあ和んでいたところで、しかし少々打ち解けすぎではないかな。